続きまして17番手ゼッケン921番ボーダーコリーの黒田メロディーちゃんの挑戦です。メロディーちゃんスタート。さあまずは60センチのジャンプを軽々と越えて、さあ尻尾を大きく振ってバランスを取ってフラッグを成功。ハイウェイをここもクリアしてきた。さあマウンテンフラッグジャンプの連続、まずは3連続リーチ、そして70センチ発射していきます。外のジャンプを飛ばずにゴールしました。